わけなんですけども、ちなみに今日あの僕たち千葉県から来たんですけど、千葉県からやってきたよって方は、あっ、めっちゃいるやん。千葉県民というかね、気づいたらですね、私千葉県、富山出身なんですけど、千葉県に住んでからなんと僕20周年になります。ありがとうございます。
何年になる？3、6、7、8、9、うん、10年、あ、そんな経つ？まだ行く？3ぐらいかな。あ、3ぐらい、やだ。どっちやねん。今の時間何だったの？ちなみに、ドラムのりょうさんは、茨城、あの、納豆の美味しいところから来ております。ありがとうございます。というわけでですね、まあ、こんな感じでやっておりますけども、最近私ですね、あの、なんか千葉長く住んでるということで、ちょっと面白いサイトを、あの、ちょっと調べ、千葉のことを調べてたらですね、なんか面白い地名を見つけてきまして、あの、皆さんと一緒にちょっとクイズをしたいなと思いますので、ぜひ、あの、一緒によろしくお願いします。ちなみに皆さん、これなんていうのか分かりますか？分かります。あ、ちょっと千葉県民の方は、分かる、なんていうのか分かります、分かる、なんていうのか分かります、分かんない。これはホテハシって言うんです。ホテハシで、これ何の漢字かなと思ったら、これなんか頭がでかい牛らしいです。牛って意味らしい。まあまあ、そんな感じ。キムタクのね、出身校。あ、そうなんですか。キムタクの出身校らしいです。そうです。じゃあ次、あの、2問目いきます。はい、これはこれは、まあ、さっきよりかは、あの字がちょっと優しくなったかなと思いますけども、なんて読むと思いますか？なんて読みます？あ、なんかちょっとチラッと聞きましたケイさん、なんて、なんだろうね。いや、見てる。まあ、ちょっと人名っぽいですけど、これはハサマです。これで、ハサマです。ハザマ？ハザマ。ハザマ？そう。あれ、ハザマって言うの？あ、まあ。あ、どっちもあるね。これは船橋の、地名らしいなんですけど、あ、っていうわけですね。ハサマと言うんですけど。ちょっとね、もうちょっと、あの、優しい問題出したいんで、最後。ちょっと時間もないので。はい、じゃん。これは何て言うんでしょうか？これ。これは、これで地名らしいんですよ。はい。長って思うんですよ。ケイさん、何て思うの？あ、ごめんなさい。何て思うの？あ、味、味と。味と？何て言うんだろう。あ、まあまあ。そうじゃないの。味裏。これは、あ、ヨウさんは何て言うんですか？味と食い締め。味と、これは、あの、とじゃないんですよ。これは、うん、味き、ぼくい、しんでんって読むらしいんですよ。ねえ、すごいっすよね。実際にあるらしいんですよ。印西市にあるらしくて。僕行ったことないんですけど。ねえ、ございました。ありがとうございます。千葉 PR 大使です。というわけで、そんな感じで、千葉にはいろんな難読漢字があるというわけで、あの、今日せっかくウグイス座に来たというわけで、千葉の歌を作ってきたので、ぜひ皆さんと一緒に盛り上がっていきたいなと思ってますので、準備の方いかがですか？それでは、大好きな千葉を、愛し合われ千葉のために歌います。それでは聞いてください。千葉あるあるの歌、1、2、3、4!
こちゃん。ラストレッツゴー、ラーメンセー